パンパンパパン、はい、ラリパップラリパパン、ラリ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 パップラリパパン、ラリ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 パップラリパパン、ラリ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 パッパパンパンパン、ラリパップラ。さあやってまいりました。今日はスタンドバイミーをやります。私平山茂はですね、スタンドバイミーが大好きなんですね。スタンドバイミーというのは映画です。1986年の映画スタンドバイミーに影響されまくった40歳平山茂です。どうも皆さんこんにちは。今日は5月26日水曜日でございます。現在時刻は2時半。はい、仕事は休みでございます。私はさあ皆様、本日もお仕事お疲れ様でございます。もう水曜日でございます。もう水曜日でございますね。あとちょっとです。もう中日ですから、もう楽勝ですよ。もう楽勝、うん、頑張っていきましょう。今週残りあとちょっと。スタンドバイミーといえばね、線路ですよ。線路探しました。見つかりました。では行ってきましょうかね。スタンドバイミーという映画の中でね、線路の橋、下が大きい川の橋を渡るというシーンがあるんです。危ないね。危ない。これ下がすぐもう川ですね。見えますか？船があります。いや、怖い。帰ろう。危ない危ない。大丈夫ですね。ちょっと怖かったので車に戻ってまいりました。なんとですね、あの5月28日、今度の金曜日、スタンドバイミー、地上波でやるんです。金曜ロードショーでやるんです。なかなかあの、内容的にですね、設定は中学生ぐらいだと思うんですけど、まあアメリカの少年4人組がね、まあ青春を描いた冒険ドラマみたいな感じなんですけど、結構まあ過激な、未成年がそんなことやっちゃダメでしょみたいな、シーンも含まれてるんで、もしかしたらカットされるかもしれませんけど、確かでもノーカットだったような気がするんで、ぜひあのお子さんがいるならお子さんに見てもらってもいいんじゃないかなとは思います。僕自身が小さい頃に、多分リアルタイムではないんですけど、公開後に、まあ、日本の地上波でやった時に初めて見たと思うんですけど、多分ね、小学校とか中学校とかだったと思うんですけど、本当に衝撃を受けました。アメリカに憧れましたね、本当にね。本当に、アメリカ行きてって思いました。すごく憧れました。もう今も変わらず、アメリカへの憧れの思いは変わらないんですけど、本当にね、スタンドバイミー、本当に素晴らしい映画なので、ぜひ見てほしいです。さあというわけで、今日はねちょっともうちょっとあの橋じゃないね、線路のまっすぐの道もあるんですけど、ちょっとそこはちょっと入ると怒られそうな場所だったのでちょっと諦めました。まあ、夜とかだったらいいのかもしれないんですけど、まあ、電車ももちろん通らない場所です。線路だけがある状態なんですけど、中途半端なスタンドバイミーごっこになってしまいましたけれども、大丈夫ですね。大丈夫、うん。冒頭にもお話ししましたけどもね、今週あとちょっとです。あと木金ね、まあ、土曜日の方もいらっしゃると思いますけども、お仕事あとちょっと頑張りましょう。そしていい休日、いい週末をまた送りましょう。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫だ。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。